中山競馬12レース3歳以上500万円以下ダートコース300メートル出走馬16頭です。日差しがなくなりまして少し薄暗くなりました中山競馬場。さあ最終12レース最後に16番ラブタクティクス収まります。スタートしました。好スタート14番天気席です。天気席しかしこれを制して8番のレッドオリアナが行きました。出ましたリードが半馬身銀号そしてメダーリアフレーム5枠2頭行ってあとは1馬身差天気席です。内には4番のブラウロージェット追走して間にはテンプルツリー外16番のラブタクティクス中段の前です。その後には11番オペラグローブ3コーナーへ向かって800メートルを通過内には5番のノットオンリー追走しましてあとはアースコレクションです。さらには3番カポラボーロこれから3コーナーです。そして追走する6番ブランシュ第3コーナーをカーブ2番のエルブスが打ちさらには外に15番トワードポラリス3、4コーナー中間へ後方から2投目12番トロピカルスパート最後方1番のフレンドアリスで前は4コーナーを向かいます。残り400メートルを通過わずかに先頭は8番レッドオリアナが直線コースに向かいました。外から5枠2頭接近銀号メダーリアフレームです。あと外から天気席1番外からテンプルツリーの体勢ですが残り200メートルを通過して銀号が捉えた銀号を捉えて2番席8番レッドオリアナあと追い込み勢はテンプルツリーなど大外から12番のトロピカルスパート先頭は銀号抜けた先頭でゴリン2番手はトロピカルスパートそしてその外に1番のフレンドアリス3番手か勝ち時計1分11秒5逃げたレッドオリアナを直線で捉えた10番銀号です。そして大外から追い込んだ2頭12番トロピカルスパートさらにその外に1番フレンドアリスフレンドアリスが3番手か上がり4ハロン48秒43ハロン36秒7です。銀号が抜けて2番手は最後外から2頭足を伸ばして追い込んできて12番のトロピカルスパート2番手10番の銀号鞍上杉原誠騎手です。そして12番のトロピカルスパート2番手3番手が外1番フレンドアリスです。内の各馬をかわして2番手が12番トロピカルスパート3番手1番フレンドアリスあとは広がっての入線中山競馬12レースが終了しました。10番銀号逃げたレッドオリアナの2番手3番手直線でこれをかわしてレッドオリアナをかわしてゴール前で抜けています。1着10番銀号2着12番のトロピカルスパート3着1番フレンドアリスです。4着5着は写真判定を行います。写真判定の発表レースの確定まで勝ち馬投票券大切にお持ちください。